直樹の栃木旅では、栃木の観光名所や名物をご紹介しています。私がレンタサイクルやバスに乗って、栃木のあちこちの観光名所をね、投稿してまいります。それ以外に、栃木の定石や、登山系のハイキングもね、挑戦していますので、ぜひね、応援、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。こんにちは、直樹です。最近ですね、動画をね、投稿していないかについてね、話をしようと思いますけども、なぜですね、動画をね、投稿できていないかと言いますと、ここ1週間前ですね、なんかストレスかどうかわかりませんけど、胸焼けと胃痛がひどくてですね、で、それで、ね、動画投稿できていないんですよね。で、3日前にね、胸焼けがひどくてですね、すごいなんか体内がですね、ギュルルっていうね、音がしましてですね、本当に苦しかったんですよね。まあ、眠れなくてですね、本当に不安で仕方ありませんでした。で、昨日ですね、いつも定期検診行っておりまして、そこで先生に見てもらいました。で、結果はですね、逆流性食道炎というものであります。逆流性食道炎とは何かと言いますと、要は胃酸がですね、食道に逆流することによってですね、食道に炎症を起こす病気ではありますね。で、まあ、一安心したかなと思うんですけど、一応ね、薬をね、処方していただきまして、10薬分ね、もらいました。まあ、今のところは、まあ、少しね、落ち着いたかなと思うんですけど、一応ね、14日分ね、飲んで、それでダメだったらですね、胃カメラをね、やるというわけでありまして、まあ、今後についてね、まあ、じっくりね、考えていくわけでありますね。私、胃カメラはね、3回ぐらいにやったことがありまして、私が高校2年生の時に胆石を発症しまして、その時に胃カメラをね、2回やったんですよ。で、まあ、2回ともね、口からやったので、麻酔ね、入れるじゃないですか。口にね、スプレーをね、かけまして、その後に胃カメラを通すと。で、まあ、胃カメラはね、本当に私ね、一問ね、苦手なことでありまして、他に MRI や CT 検査、血液検査もありますが、まあ、その中で、胃カメラは本当にね、苦手なもので、一番ね、やりたくない検査ではありますね。まあ、あともね、鼻からね、やったことはありますが、まあ、麻酔なしでやりましたけど、それもね、一番苦しかったですね。まあ、胃カメラはね、やりたくないので、まあ、今後ですね、まあ、薬を飲んで、治そうかなって、ちょっと思っておりますけどもね。うん、あとは食生活ですよね。まあ、食生活は、なんか脂っこいものをね、摂取しますと、まあ、まあ、悪くなりますから、そうね、やめた方がいい時ありまして、あとは姿勢ですよね。まあ、姿勢を正しくしないと、まあ、胃酸が逆流しますから、姿勢をね、正しくすることによって胃酸をね、防ぐことができるんですね。それをね、先生からね、言われました。だからね、今後気をつけるポイントとしましては、食生活をね、見直すっていうことと、姿勢をね、正しくするという意味でありますね。まあ、あとは、まあ、運動することだけでも全然違うと思いますから、まあ、それはね、いいかなと思いますね。あと、私は結構ストレスが多いので、まあ、ストレスを解消するという意味で、まあ、運動したり、外出したり、あとは、なんかね、なんかチョコレートを食べるといいらしくてですね、今日コンビニで買ってきたんですよ。ギャバっていうチョコレートをね、買ってきまして、ストレスをね、低減するって書いてありますので、これね、食べてみようかなと思いますね。まあ、そういった意味では、まあ、チョコレートはね、いいのかなと思いますね。ですから、今後ですね、逆流性食道炎をね、まあ、防ぐためにね、こういったことに、気をつけていきながらね、生活をね、していこうと思っております。まあ、今日はですね、逆流性食道炎についてお話をしましたけども、皆さんもね、十分に体調に気をつけてね、過ごしてほしいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。さよなら、ありがとうございました。